ハン・タケシカンは、東京にあった空手道場。防具付き空手の発祥の地の一つ。ハン・タケシカンは、戦後の武道禁止令の中、修道館の遠山宏志県の皇帝らが、GHQ の監視を逃れて、空手の稽古や普及を行うために、昭和20年に設立した空手道場である。流派としては、首里手のイトス、安つねの直系を辞任する。 遠山の修道館の無流派主義を受け継いでいる。当時は GHQ の占領下だったために日本武道が禁止されていたが、演山の皇帝の一人で韓国籍の意に朝日日の絵を館長とすることで稽古や空手冊子の編集等の活動を可能とした。これについて金城博士は民館長が韓国籍で当時第三国人として特権階級に属していたからであると述べている。 また、院について近所は後に、若い事業欲ある祭人であり、彼が空手会に関わった年月は短いけれど、残した業績は大きいと評し、このように書いても空手会の人はすぐには納得しないと思うとも述べている。朝鮮戦争の影響などにより、昭和24年に院が韓国に帰国し、また GHQ による規制が緩和されてきた後は、連部官と解消。 後に全日本から手道連盟に発展した際は、修道館を総本部として迎えた。半武士館そのものはわずか5年間のみ存在した道場であったが、敗戦直後の日本人が GHQ の勤務政策をかいくぐり、武道空手の系譜を掲示することに大いに貢献した。他にも組手の競技家の先駆的存在であったことや、連部会の前進団体であること、 宗う寿すや宗の弟子である、大山マスタツなど後に、空手界の重鎮となる人物が出入りしていたことなど、単なる伝統の保存にとどまらず、後世に近代空手が発展する地盤を築いたことから、その功績は計り知れない。なお、院に朝日日の絵が、ハンタケシカンカン長寺に出版した、空手同盟館においては、国際空手道連盟、ハンタケシカンという名称で、 表記されている。半竹主官は普段は基本稽古、形、薪原好きなどの鍛錬を行う伝統的な道場であったが、最大の特徴は、組手の稽古に剣道の防具を使ったことである。当時の空手形は、柔道や剣道と同様、空手も普及のため競技化の必要性を考え、その方法を模索し、安全性と実践性を両立するため、 防具の使用を試みていた。宮城町順や東京大学空手部も防具付きによる組手の鍛錬を行っていたとされる。その中で、藩武士官は武道禁止令により余っていた剣道の防具を着用することでそれを解決させようとした。これは当時すでに防具付きと寸止めに分岐していた空手の競技化の流れの中で防具付きの実用性を示したものであり、これが 空手開催所の全国大会である全国空手道選手権大会の開催につながったと言える。また、直接当てるという概念は、半岳士館に通っていた大山マスタツが創始した極真空手の誕生にも影響を与えた。全国防具付き空手道選手権大会、半岳士館が閉館後は、連武館がその流れを引き継ぎ、空手道開発の全国空手道選手権大会を、 開催。また全日本からテ道連盟や全日本からテ道連盟連部会へ発展するなど、現在の空手界会に大きな影響を及ぼしたと言える。なお、直接の更新団体は、下記の二つが挙げられる。全日本からテ道連盟連部会防具付き空手ルールによる競技団体。昭和十九年から始まった全国空手道選手権大会も現在はこの団体が主催し、 全国防具付け空手道選手権大会として存続している。日本空手道連武館、半竹士館の皇帝、中村が設立した連武館は現在も存続し、連武会から離れ、全日本公式空手道連盟に加盟している。また、昭和29年の連武館主催の空手道会で、最初である全日本大会の 1> 第1回全国空手道選手権大会が4回で最後になった第4回全国空手道選手権大会を引き継ぐ形で毎年秋に浅草で連武館空手道選手権大会を開催している。院は韓国に帰国するとソウル大学教授を務める傍らソウルの朝鮮県武館という柔道場で空手を教え、富山に地道館という空手道場を開設した。 大観衆、広道連盟を設立。韓国の武道として、空手の手の字を一時付けた、出道という名称を提唱したが、拳道という名に敗れた。ありがとうございます。